先日も お話しさせていただきましたが、語学学習について聞きたいです。僕は大学受験で少し頑張った程度で、今から英会話できるようになりたいです。お二人の語学力や、上達法をもう一度聞いてみたいです。うん。じゃあ、語りましょうか。語学力について。まあ、語学力といえばね、東大の玉井みたいな、ね。まあそうですね、東京大学のね、東京大学農学部なんとかなんとかってあったけど、なんかめっちゃカッコつけて言いたかったけど、自分の卒業したやつ忘れた。なんとか選手みたいな。応用生命科学課程、生命科学工学選手。そういう。言いたかったけど、出てきませんでしたけど。はいはい。まあそうです。アホやから、ね。もちろん、アホやから。語学力低いから。そう。まあ、東大英語もね、全然できるし、センター英語もね、一瞬で解いてたんで、私。はい、うん。語学力には自信があるんですけれども、まあ今の私の語学力を、うん、まあ、簡単に言うと、普通に、一般の、まあなんか大学を出ててみたいなさ。で、僕も英語勉強しててみたいな。まあそういう人って勉強してると思うけど、うん、高校とかの時に。とかじゃなくて、うんうん、もう本当に一般の、うん、まあ平均、まあ以下ぐらいですかね。以下、まあリアルそれぐらいですね。だから例えば英語圏の国に行きましたと、例えばホテルチェックインするときにさ、フロントでさ、こうわーって喋るやんか、うんうんうん。マジで何言ってるかわからん。ほんまに平均以下や。そう、フロントの人がマジで何言ってるか分かんないですね。平均以下や。平均以下や。なんか言うてんのよ。その、朝食は何時から何時でとかさ。その、うん、例えば、なんかこう、お風呂とかちゃうか、うん、なんかプールは何時から何時でとかさ。で、お部屋は何とか棟の何々なんで、うん、あそこまっすぐ行って右行ってあっちにエレベーターがあるからみたいなことを言うてるんやろうなっていうのは分かるね。それは当たり前よね。それはホテルのフロントやねんから。そうテーマはそれやから、ね。テーマは宿泊に関する。ちょいちょいね、時間とか出てくるね。朝食は何時から何時まででとかね。そう、うん。12って言ったぞみたいな。わかんねんけど、それが何の時間やねん。確かに、飯の時間なのか、チェックアウトの時間なのか、みたいなね。何かだから。それ、アホやん。そう。それ、言ってるもう状態、だから親と、旅行行った時に、親はさ、こう、自分の息子は東大行って勉強も、まあ英語もできると思ってるわけよね。俺のことを。で、俺も普通に親に対して、親別にさ、高校、高卒やしさ。だから、その、あ、まあ別に行ったら行けるから、みたいな感じで行って。確かに親もね、うちの子東大やから、まあなんか日常会話というか、旅行、海外旅行行った時の英語ぐらいはなんとか息子がやってくれそうって。そう期待してるよね、普通は。で、頼り、なんか知識もあるし、いろんなことしてるし、ほんまに海外行っても頼りになるわ、うちの息子はってやっぱりこう、期待されてるから、やっぱり。普通に思うよね、単純に。やっぱそう期待にも応えてあげたいんで。ああ、もうそんな大丈夫。もう、ホテル取っとくから、みたいな。飛行機も取っといたで、みたいな。で、行こうかって言って行くわけよね。で、行って、フロントついて、うんってこう、やるわけよね、俺は。もう全然わかってないんやけど。一応、隣に母親がおるから。ああ、オッケー。はいはい。セックス、みたいな。で、言うて、で、一回あったんか、普通に。あら、じゃあ行こうかって言って、普通に、だから、塔を間違えて、あれ、ちょっと待って、エレベーターどこだってな、ってなって、あれみたいな。なんか、あれ大丈夫みたいな。大丈夫、間違えたな、みたいな。感じでごまかして、みたいなことがあったりとかね。確かにね。それで言うと、玉井の語学力で言うと、なんや。なんか一緒に住んでて、なんか従業員の女の子を雇ってる時があった。で、その子から聞いたんやけど、自分その女の子と玉井がなんか外におったんかな、新宿に。そう、新宿から。外国人の人に道聞かれたことがあったみたいなのを俺話を聞いたんやけど、その時にわー、外国人にわー、道聞かれて。確かに。なんか、その女の子は多分大学行ってないから、でも東大やから、やってくれることその子も期待してね。そうね。東大のかっこいい姿見れるから。確かに。確かに。あー、みたいな。ゼアとかだけ。ちゃう。ゼアじゃなくて、バーって、その時はまだ20ね、多分3とかやったから、まだ、より耳は生きてる時や。あ、耳は生きてる。覚えてる、確かに。だから、わーって言われたことを、何言われたかは全部分かったよ。やねんけど。今は分からへんけど、今はそれも分からんけど、まずスピーキングないやん、受験英語に。もうないね。だから、その、瞬間英作文がもうできなくなってて。はいはいはい。で、言われたこと分かったんやけど、うわ、なんて言っていいか分からへんってなって、ちょうど、なんかこう、看板あったんよ。うん。
なんかほんまにちょうど看板あったんよ。その声かけられたところ。地図みたいな。地図みたいな。あ、そうそう、あ、そう、地図があって、マップがあって、で、そこを指さして、Here! って言ったね。俺のやつより悪いやん。そう。ゼアーより悪い。俺のやつ、ゼアーより悪いやん。そう。それを、その子には、未だにいじられてますね。いじられ、むちゃくちゃいじられ、東大のくせにばー言われて、ヒアーしか言えてなかったで、あいつ。私と一緒やん。確かに。いや、そいつより低い。私、そいつより低い。あ、っていう、まあ、語学力です。なので、上達はわかりません。そんな感じでいいですかね。自分喋れよ。自分は英語もフランス語もいけんねんから。これだけやとコンテンツ力ゼロ。いや、俺話したらそれおもろいけど、うん、俺別に真面目に話すことになってね、ちょっとあれですけど。うん。うん、まあ、結局英会話ってことを。まあ、例えば英語やとそれや。うんうん。もう俺多分結論というか出てるんですけど、うんうんうん、英語って広いわって話で、めちゃくちゃ絞るっていうのがすごい大事。はいはい、なんか英語できるようになりたいですっていう人いっぱいおると思うんですけど。うんうんうん。その中で、英語の何に使うかを、で、クソほどピンポイントで絞りに行くのが正解、やりたいことで。なるほど。何かというと、うんうん、英語で小説とか読めるようになりたいんやったら、それだけやるのが正解やし、うん、なんか、うんうんうん、英語で映画とか海外ドラマとかを字幕なしで見れるようになりたいとかやったらもうフレンズとかね。それと、うん、そればっかやるのが正解で、それ以外の会話とか全部捨てるのが正解やし。うん、逆になんか論文書けるようにならなあかんやったら、そのアカデミックだけやって、コミュ力、うん、英会話全部捨てるが正解やし。って感じで、例えば、英会話がやれるようになりたいです。みたいな。で、旅行中のね、うん、なんかホテルでのやりとりとか、そんなんやったらもう、じゃなんか何回も海外行ってたらできるようになることであって、それでいい、うんうん、だけでいいし、英会話になりたいやけど、英会話の中でもめちゃくちゃ絞らなあかんくて。例えばそれが、友達作れるようになりたいとかなのか、道案内できるようになりたいなのか、なんか、いろんな大人数の場で、なんか笑かしたりもしながらもうネイティブぐらい話せるようになりたいのか、で、絞らないといけないっていう。で、俺の場合、うんうん、激クソ絞ったよね。要は何かっていうと、うんうんうん、1対1、ストリートで声かけてホテルまで、やったりそこから付き合うの英語だけで OK にして、うんうん、もうだから、それ以外全捨てしに行ったっていう、もう英語書けなくてもいいし、読めなくてもいいし、なんか英語の、映画見れなくてもいいし、海外ドラマわからなくてもいいし、本読めんくてもいいし、それ英語でビジネスできんくてもいい。うんうん、それ全部捨てに行って、くどくだけの英語で OK に、うんうん、みたいに絞りに行った。うん、ですけど、そんな感じで目的を、英語って広すぎるんでね、やばいぐらい絞りに行くのが大事なんで、このジーノさんもね、英会話って言ってもまだ絞れてないんで、うん、その中でもやばいぐらいピンポイントで絞りに行く方がいいです。幅広くカバーしに行こうとすると何のためにやってるかわからなくなる、うん、なるほど。で、最初1個絞ってやっていくと、で、結局で今はさ、その別にビジネス英語もできるわけやんか。あ、別に、まあ、ビジネス英語とそのカチッとしたのは喋れるかどうか分かんないですけど、別にね、そこの話は分かるし。初手として一個に絞るとっていうことね。トータル一番効率いいよってことね。そう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 。うん、なるほど。別に本も別に読めるし、別に映画も見れるけど。うん。うん、なんかそこに特化してないから。本も読めて、映画も読めて。その辺弱いけど。弱いけど。関係ないからいらないんですよね。別にいらない、俺の人生にそんなものは。いいな。たまたま。ナンパから派生してできるようになった部分はあるけど、みたいな。その感じで、フランス語ゼロからスタートした時も、そこからピンポイントで行ったんで、その広がりでついでにちょっとビジネスも行けたとかっていうのはあります。けど、ざっくりフランス語やれ言われたら、まあ無理ですよね。うん。なるほど。勉強になります。日本。なぁ、なんか俺だけ真面目に喋らされて、名前だけ思う。勉強になります。うん。勉強になります。マジ、あの、日本人平均いいかな。偏差値47ぐらいなんで。うん。ええわ、お前の方が不便やし、どうせ、海外行った時。うん、普通に不便や。いや、ほんまに不便。いけど、不便。笑いもよか知らんけど、不便や、うん。そうよ。普通に、なんか恥かいてるだけやし、こっちは。うん、恥ずかしいです。それこそ、だから大学の友達とかと一緒に海外行ったりしたら、大体、うん、まあ、全員喋れんねん。なるほど、そうなんや。それもおかしな、うん、コミュニティやけどね。普通喋られへんやろ。あ、別に東大っす。卒業してる人全員喋るわけじゃないで。なんかただ。東大全員喋られへんやろ、ほとんど。ほとんどみんな喋られへん。ああ、でも喋る人は割合はかなり多いと思うけど。あ、そうなの、まあ、帰国、うん。帰国やから
東大受かったみたいな子もおるし、うん、しでも、まあ一応大学でも英語勉強するからさ、うん、し、まあ確かに確かに、院とか行くと結局英語で論文書かなあかんし、うん、英語で発表せなあかんしとかっていうのもあって、それこそ一個やっていったらなんか別に普通に喋れるとかさ、うん、それこそなんかあの商社勤めてるから海外転勤があって喋れるようになったとか、それはセコい、それはセコいし、もう触れる機会多いからさ、はい、だからまあまあ喋れんのよ、なんやかんや言うて、はい、で俺一人だけ喋れやんくてこう行って、うん、でこう例えばご飯とか食べてても隣のテーブルの外人の人となんか仲良くなってするやんか、そうやね、で一緒に飲んだり、一緒に飲んだりとかなるね、うん、で俺もなんかこうほんまにウェイってノリだけ合わせて、うん、で明るい顔つきでうーんみたいな感じでやってるんやけど、うん、その盛り上がるからさ、盛り上がった時多分誰かがなんかこう、うん、おもろいこと言う、そう言う場面、それをこう、うん、みんながバッて笑うやん、うん、それだけマジでついていかれへんだよね、何言ってるか分からないから、もうあの瞬間ほんまに毎回心キュッてなる。キュッてなる。英語で何か言ったりして、英語で誰かが言って、はぁーってなってんだけど、俺は全く分からへんから、その一人だけ締め付けられてると思うよ。そう。その時の笑いだけほんまに引きつってる顔。うん、とか、ね、わーっていう流れで、ウェーの流れ、お前はどうなみたいな話振られた時とか。うん。目開いて、うーんって笑ってるね。目開きながらね、胸はキュンとなってると。締め付けられてると。はい。ですよね。っていう。まあ、だから海外合宿行くと、そんな僕が見れますよっていうね。どうでもいい。はいはいはい。